やあ、どうも。今さら名乗る必要はないっすよね。多分この俺の姿を見てますますわけわかんなくなってるはずっす。だったらまずはその説明からしておいた方がいいっすね。そういうことっすよ。ちなみにモノクマからはとっくに説明を受けてると思うんすけど、この残酷な殺し合いは最後の二人になるまで続くっす。そのルールが何を意味するか、実はそれが一番重要なところなんですけど。あ、そうそう、それともう一つ言っておくことがあったっす。実は俺がこの殺し合いゲームに参加するのは、君の正体を知る者はきっと君を狙ってくるはずっす。要はそいつに気をつけろってことっすね。あ、それと最後にこれだけは言っておきたいんすけど、これは君自身が望んだ殺し合いっす。だから絶対に勝たないとダメっすよ。絶対にね。よ、ニシシ。え？つうか、あれ？はあ。
大変だよ。そんな、あ、もしかして、うん、殺されたいの？え？だってさ、つうか、でもさ、なるほどな。おお。そんなことしないよ。やるじゃねえか。うん、そうだ、オッケー。待て、ゴンタは、ちー、
つうか、ふん、おっぽっぽ、待ってください。ダメだよ。だってさ、下げんな。やだよ。いい加減にしやがれ。まったく。そうそう。ああ、楽しみ楽しみ。バックマン。心配です。でも、そうだな。いえ。合理的です。じゃあ。大丈夫。うん。いや。まあ、そうですね。ロボット差別ですね。いや、
虫さんが虫さん何ですか？どうですか？じゃあ差別ですね。あ、
解不能です。やめてください。嫌ですよ。いいかな。そうですね。残念ですが、ふっふっthank you.
あのさ、そうだね、そうだね、任せて。意味わかんない。まあいいけど。そうだね、ねえ、
じゃあ、どうする？ちょっと濃いめの方がいい？慣れた手つきなんだね。ああ、コスプレイヤーとしてスポンサーがつく前はいろいろバイトをしてたからさ、こんな風に言ったりしてね。ちょっと困ってるんだ。誰かに支援してもらえるとすごく助かるんだけどな。ありがとう。サイハラ君。うん。変なの。そうだね。うん。あのさ、そうだね。意味わかんない。それはあのさ、いや、ふん、
冗談だよ。ちょっと。ところでさ、でも、殺されたいの？そうだな。桃太くん。胸を張れ。すんな。俺に任せとけ。意味わかんない。お？あんたって信じてるぜ。ところでさ、たくよ。おお。そうだ。当たり前だろ。は？まあ。おうし。
おうし。あ、くっ。うむ、うちの魔法で。ねえ、ですが、くさい。け、やめろ。つうか、おお、こっちで隕石の被害が激しくなっていくにつれて、世界の終末だって騒ぎ出す連中が出てきて。ゴンタも聞いたことある。このままだと世界の滅亡は避けられない状況だって。人類は地獄に落ちるべしって書かれた紙ですね。僕も街中のあちこちで見ました。ちょっと待て。それは、ああ、もしかして。そうだね。
どういうことじゃ？ダメだ。